能登半島地震の影響で仮営業を行っている七尾市の能登食材市場に新たな洋食屋がオープンし、今月から本格的な営業を始めています。七尾市の道の駅能登食材市場は、能登半島地震の影響で施設の床に亀裂が入ったり排水管が破損したりしたため、しばらく休業していました。先月からは曜日時間を限定し仮営業を行っています。そんな状況の中、能登豚を使ったカツカレーや能登牛を使用したハンバーグなどを提供する洋食屋ユーアンがオープンしました。この場所には地震前、パスタを中心とした飲食店が入っていました。しかし地震の影響で再開の見通しが立たず、そのお店が撤退してしまいました。そこでそのお店で働いていたスタッフが独立し、新たなお店をオープンさせました。5月中旬からお昼のみの仮営業を行ってきましたが、お客さんからの要望を受け、今月4日から午後9時までの本格営業を始めました。美味しそうだし、それで今近いからね、来たんですよ。頑張ってもらいたいなと思いますので、できるだけ、はい、来て応援したいなと思います。食材市場ってもともと人がたくさん集まる場所なので、ね、あの1店舗でも多く店が再開して人が多く集まればいいなと思いますね。やらなきゃ始まらないなっていう、やっぱり動いてかって徐々にみんなで支え合っていこうっていうところで頑張ってますね、はい、味と雰囲気とっていうところで楽しんでいただきたいですね。ユーアンは火曜日を除き午前11時から午後9時まで営業しています。